よっしゃ、それではゼロ月はみの仮面ですね。続きをやっていきたいと思います。引き続き8の職になりまして、前回ね、セーブついでに、美咲ちゃん衣装が変わりました。多分これも今までなかったんで、人形40体取ったから出たのかな。かわいいっすね。で、ようやくね、前回セーブができて、この先で、まあ連続戦闘があったんですよね。なので、今回は、まあ、この先、進めていく形になるのかなと思います。やっていきましょう。早くこの格好でエレベーター乗りたいな。はい。で、いよいよこの奥ですかね。何事もない。やう!へい!へい!取れた!美咲を招く院長。院長。戦闘は今いいよ。院長。消えましたね。で、今いるのは?これが、あ、談話室。談話室にも確か人形いるってなってたんですよね。談話室。ここと、あ、う。ここ取ったらもう、ほとんど埋まるんじゃないかな。あと、これは?灰原病院への道ってことは、あの入り口のところかな?だから、まあ、病院系はこれでほぼほぼコンプリートなんのかなと思います。じゃあちょっと人形探そう。談話室。あ、ここだな。この中に人形がいる。なんか調べられそうでしたかね。ん?あ、調べる。ゴミ箱から何か腐ったような匂いが漂ってくる。ゴミ箱の中に、この中にはないか。え?どれだろう。あ、いた!こっちか、ゴミ箱って。君、腐ってんの?はい、人形の呪いを解いた。で、特に、ここはまあフィラメントも反応はしなさそうですかね。じゃあ行こう。はい。院長招いてたから、この間のあの、誘う看護婦みたいに、ついてきゃいいのかな。これで、あれかな、2階の、あ、じゃあもうセーブ近いですね。セーブ、あぁ!びっくりした!え、ちょっと待って。おい。おい。あ、まだ、まだ階段降りてる。はい!取れた。階段を降りる院長。で、これ、向こう行くと、老月館ですよね。オッケー、セーブしようじゃあ。何事もなく。何事もなく。エレベーター動くのかな今。ちょっと!いい子じゃないよ。待って待って。先生。へい。はい。え?あ、取れなかった。嘘。あはは、ダメだった。え?まあまあいいや。しょうがないですね。で、オートセーブして、多分、灰原病院へ続く道ってここだと思うんだけど、開かないのかな?開かない?あ、開くの?久しぶりに外出れたな。え?ちょっと待って。やべやべ。なになに?どこ?どこだよ。え?ん?どこ?お?なになになに?上?なになに?え?なになになにこれ?なんかメーターにはなる。メーターにはなる。
はい。なになになに、どういうことなん。すっげえブルブル。前にはいない。お、え、なになになに、あ、お、人形、あ、いる。ヘイフェイタルフレーム、ヘイフェイタルフレーム、ヘイフェイタルフレームじゃ。倒してはいない。どこいるよ。やべえ、ちょっと待って待って、振り向きざまの、振り向きざまの、へい、振り向きざまの一発見舞えたね。もう一丁、もう一丁いくよ。へい、消させないよ。オッケー、次そこにいる。はい、来るなら来い、来るなら来い。はいはい、幽霊なのに胸がでかい。次はどこだよ。え、そこね。はい、結構硬いこの人。はい、横に横にぶれんのやめて。前に前に来てください。はい、まだまだ倒せない。どこまでぶれんだよ。ちょっといいかげん、前前に、おい、まだぶれんの。はい、ぐるぐる回ってるだけだよ。やばい、来るよ来るよ。はい、やべ、待って、あぶね。振り向きざまの、え、やべ、また後ろ。ある程度走って振り向きざまの、はい、あ、あ、いるね。出向くよ。はい、まだ倒せない、消させないよ。もう一丁、次は、やべ、全方位になった。君の人形、今ダメだな。どこだよ、そこね。捕らえて捕らえてよ。振り向きざまの、踊ってる踊ってる。なんか大丈夫ですか、なんか足怪我してます。大丈夫ですか。はい、私あっち行きますね、すいません。え、即死なの。死んだよ、マジで。なめぷしてたわけじゃないけど、マジで久しぶりになんかゲームオーバーになった。え、マジ死ぬと思ってなかったから。え、とりあえず、でももう出たらすぐ戦闘なってたっぽいからな。倒そう、じゃあちゃちゃっと。あ、なに、あ、え、なに、あ、ここなんか取れる、青くなってる。え、誰ですか。屋上から落ちた女、何かが映り込んだ。はあ、2000ポイント。あれ、でも戦闘なんない今回。どういうこと、あれ何だったんじゃ。はい、ランダムで登場するのかな。はい、とりあえず取れました。で、なんかシャンって言ったね。あ、アイテムがある。これなに、ハンデやめてよ。はい、あ、赤い霊力のかけらを10個。え、マジで戦闘になんないの今回。開く、出ようとしたら、 出ようとというか入ろうとしたら、え、何だったんさっていうの、じゃあ。え、まんまとまんまと取れたけど、一応これで、あ、もう50体になりましたね。病院系は OK。 あと地下1階のこの階段下とエレベーターが分かってないんだな。
なるほど、病院はあとこの3つですね。地下1階ってエレベーターで行けんのかな。え、で、どこ行けばいいの。院長、向こう行ってましたよね。まず、エレベーター動く。古いエレベーターがある。あ、動きはしない。ちなみにここ、アイテムとかは、ないかな。フィラメントは反応しないですね。え、こっち、ここ行きます。じゃあ、でもほんとさっきの何だったんだろう、あれ。え、院長室でいいのかな。こっち行ってみようか。じゃあ、開く？開くね。戦闘はいらないよ。あっ！へい！今度こそ！奥へ歩く院長。やっぱ、院長室でいいのかな？じゃあ。院長？はよ。この部屋には、特にないかな？フィラメントは反応しない？この人形ももう取れてると。特に、何もないかな？じゃあ、院長室行ってみましょう、こんで。はい。開く？大丈夫？また来っかな。はい！はい！そんな気がしたよ。はい。院長が残した手がかりを探す。じゃあ、院長室一緒に入りゃいいのかな？入れてください、私も。開きます？開くね？で、来たけどさ、あ、ヒント撮影っぽい。ん？これ？お？どれだ？お？あ、アイテムがある。はい。ハンドやめて。あ、カルテ麻生美咲に、これは私のカルテ。名前、麻生美咲。年齢7歳。病室315室、上さり月。月曜病はある程度改善の兆しが現れてきたものの、患者の霊媒体質との合併により、想定以上に治療が困難である。月曜病の中でも深刻な症例であり、病例かな。前例、括弧特別隔離室の患者を見る限り、悪化を食い止める効果的手段は見つかっていない。治療方針の明確化が急務である。なるほど。で、ヒントはどれ？これ？ん？向こうっぽいな、でも。ああ、ここもなんかある。これは何？はい。あ、で、青い霊力のかけら。フィラメントでもまだ反応してますね。この辺だな。ん？床かなんかに、なんかあんのかな？ん？フィラメントは反応してる。ん？なんかある？普通に調べる。あ、なんかイベントになるかな？え？あ！インターホンのパネルに数字が並んでる。え？何？え？あ、戸棚の裏で何かが、あ、いけるようになる感じですかね。あ、で、フィラメントも反応しなくなったってことは、これだったのかな？あ、で、ここにもなんかある。結構、いろいろありますね、今回。90式フィルム。あんまでも、他のフィルム使った試しがないけど。で？ん？ヒント撮影はこれ？ん？どれどれ？
青いのは何なんだろう。で、この隠し扉が開く。開きますね。あ、でもまだやっぱ、あ？でもやっぱまだヒントなんかなるな。でもやっぱ後ろ刺してるってことは、これでいいのかな？え？これ？どれどれ？あ、これだな。何？何が取れる？あ？怖い怖い。窓から覗く目、何かが映り込んだ。こういうのが何？あの、ささやきつけたことで取れるようになったってことですかね。え、じゃあこれで、また地下に行くんかな。まあ、今回エレベーター動いてなかったってことは、これで行けってことだとは思うんですけど、もしかして階段下ってここのことじゃない？ほんで階段降りたら、どう？これ場所は？あ、隠された階段だから違うな。あ、うっ！へいへいへい！取った！灰原委員長と美咲。あ、美咲ちゃんが何？え？やべって！待って！待って待って！振り向きざまの、いない！これさっきの人じゃない？あなた、あなたさっきの。こいつ、マジで即死させてきたからな、さっき。あれは何？たまたま俺の体力が少なかっただけ？大丈夫？はい。ひるみはする。消させないよと。はい。え、どうしよう。これ回復しといた方がいいですかね。一応回復アイテムは結構作ったから。どうしよう。早くない？出てくんの。近い近い。しかも頭になんか器具ついてんね。はい。やべやべ。大丈夫ですか。次はそっちか。はい、振り向きざまの、はい、そこにいる。捕らえたよ。はい、フェイタルフレームには今回ならない。はい、消させないよ。次は次はどこ。あ、前にいる。はいはい、引きつけてこう。この野郎。あ、柵の楽天カードマン、どこだよどこだよ。おい、はい、振り向きざまのいるね。はい。で、ひるみはしない、ひるみはしない。もうちょいしっかり。やべ、あぶねって。回避できた。はいはいはい。咲いてもひるみはしますよね、ちゃんとね。あ、消えんの早いな。後ろはまずい。振り向きざまのどこ。え、いなくない？どこだよ。あ、オッケー。で、また飛びかかってくるかもしんないから消させない。はい。やべ、近い近い近い。振り向きざまの来るかもしんない、来るかもしんない。はい。で、もう一丁。はい、もう600とかでもいいから与えてく。なんか登場するのが早いな、今回。はい。で、2000、さらに600。はい。次、また前いるよ。多分走りかかってくるかもしんない。はい。で、もう一丁。へい。次、やべ、左、ちょっと待って。
いるね。はい、落ちろこの野郎。まだ倒せない。はい、倒せないの。ちょっと待って、出現がさ早い早い。ほんと振り向きざまの、あ、いますね。引きつけて、はい、オッケー、倒した。セーブしたい。セーブを。あ、でフィラメントがなんかありますね。あ、2個あんの。はい、ハンデやめて。あ、でまたカルテですね。ここで何が行われていたの。私にも鑑定が。はい、名前、麻生美咲。さっきと同じですね。あ、で、機雷号の中断から1週間が経過した。外的な刺激をなるべく与えず、月影の井戸にて月の光を浴びせた結果、奏たちの容態は安定してきた。ただし、これは極めて不安定な状態で、薄い皮一枚で繋がっているようなものだ。何か小さなきっかけで容態は急変する。精神崩壊によるショック死。最悪の場合は咲くこともあり得るだろう。きっかけが何かはわからない。音、匂い、言葉、月の満ち欠け、まだわからない点も多い。しかし、キライ号以前のこと、そしてキライ号のことを思い出すことは、そのきっかけになってしまう可能性が高い。追記。観察途中に私の頬に手を当てて、撫でるような動作を繰り返すことがある。完全に記憶が消去されているわけではないようだ。どういうこっちゃ。えう、へいへいへい、行かないで。振り返る少女、めっちゃ横見ながら歩いてる。前見ないとぶつかるよ。大丈夫で、もう一個。はい、ハンドやめて。はい、あ、強化レンズ、何これ。強化レンズゼロ。はあ、除霊能力の高い特殊撮影を行います。え、じゃあ、これにしといた方がいいですかね。で、強化できるんだったら強化したいな。あ、一応20あるから、はい、強化はできる。で、次も25必要ですね。で、遮影機も、強化したいけどな。できれば最大値と感度をなんとかしたい。で、セーブがしたい。え、ここ結局階段下じゃないから、ここには人形はいないってことでいいのかな。こっちはなんかあります？特にない。調べる。無影灯の下にベッドが据えられている。太いベルトのような拘束帯が巻かれたベッドには赤いシミが残されている。血だろうね、じゃあ。え、セーブしに戻る？進む？こっちって、あ、さらに地下！行くしかないね、じゃあ。セーブしたい。セーブしたい。で、これは今、どこになった？古い地下道。セーブないのかな？これ、上がれる？通路が土砂で埋まってしまっている。いけないね、じゃあ。ええ。あう！へいへいへい！へい！奥へ進む少女。じゃあもうついてくしかないな。一緒に行こう。消えちゃうんだよ、すぐ。何？すげえなんか楽しそうな声が。こっちでいいのかな？怖いな。開く？あ、いい角度、いい角度。いい角度だけど、なんか影が。え？これは？これなんか前の、あ、ですね。霧島さんが、だからセーブあるんじゃない？あそこ。おい。あ、また、
はい。連れられていく、美咲。セーブなんか、あれ？おい！ちょっと待って！バカバカ！またお前かよ！ちょっと待って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 、ずれんなずれんな。ってことはやっぱいるね、君だね。いっつもセット、はい。ずっこで3人組、はい。ちょっと待ってよ、一回広いとこ行かして、広いとこ、はい。で振り向きざまのヘイ、はい。でヒノキの棒、はい。やべ、シュシュ、ちょっと待って、一回これは回復しよう。さすがにこの射影機で3人はまずい。もう一個いっとこう、はい。でほぼほぼこれで全回復にはなるんで、待ってよ、一回俺あっち行くね。やっぱ向こう行きます。で振り向きざまの近い、ちょっと待って、見えない。これなんか巨人化したエレンみたいなんだよな、はい。やべえ、こっちにもいる、ちょっと待ってよ、はいはい。フェイダルフレームにはなんなかったけれども、消させないよ、もうこの野郎。で後ろにいるね、今度もうセーブさして、マジで近いっす本当に、はい。消える直前にもう一丁で、そこにもいる、やべ、そこにもいるよ、バカ。もう俺逃げたい、これ一列並んでください、はい。でなんか後ろにもいるってなってんだ。とにかく一体一体しっかり確実にこれ仕留めていかないとまずいかもしんない。ちょっとどうしようこれ、おい、やばい。あ、でもこれ圧になってんの、まだ、はい。ゼロに変えました、へい。どう、強いのこれ。でまとまってください、もう、はい。危なかったね今、俺下がりながらじゃなかったら食らってたぜ多分、はい。お兄さん今度、はい。で後ろにいる、逃げる。意外と硬いなこの人ら、やべ、ちょっと待って、フェイタルフレームにはなんない、はい。消させない、ちょっと待ってよ、せめて1体倒したい、はい。来てます、はい。もう全員そこでまとまっててくれ。じゃああなた行く、はい。まだ倒せない、やばいね、はい。まずおそ松さん、はい、あなたを倒したい、はい。全然ダメージになってない、ちょっと待ってよ、やばい。そろそろセーブして終わりにしたいんですよ。近いっす、はい。ダメージにはなった。じゃあ次おそ松さん行こう、はい。松明持ってます、おそ松さん、はい。まだ倒せないの、やべ、ちょっと待ってよ、待って、本当全方位になったよ。もう一回これ回復しとこうかな、ちょっとマジでやばい、はい。え、やばいって、おい、いつまで全方位になってんの、やばい。振り向きざまのいるね、はい、はい。お二人さん、やべ、ちょっと待って、おそ松さんがいる、早く、めちゃくちゃいい時間の動画になっちゃうからまた、はい。あ、おそ松さんいるね、行こうこっちから、
はい、せめて1体倒したい。はい、後ろにおる。ちょっと待って、マジでせめて1体。はい、せめて1体倒した。倒したかな。あと1人、あ、まだいるな。え、おそ松さんまだ生きてんの。え、あれエレベーター乗れんのかな。ちょっと、はい、あ、倒したっぽい。ってことはあともう1人。はい、己だけだね。落ちろこの野郎。消させ、あ、消えた。やべ、近い。はい、ある程度走って振り向きざまの、はい、いるね、いるね。溜めて、はい、オッケー。やめて、もう。でここ入ったら、確かここの扉入るとセーブがあるはずなんで、もうセーブして終わりにしよう、一回。開く？開きます？開く？開くね？もう連続戦闘やめて。セーブして終わりにしよう。終わろう。セーブ、セーブ。よーし！オッケー！っていうところでね、かなりいいお時間になりましたんで、今回この辺にして、次回またここから先を進めていきたいと思います。それでは、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。こう、こう。にゃっ！また鈴鹿くんだよ。どんだけボンバーマンなんかれ。お前、まい！約束されたヒールトニガー。はい、ヒールトニガーどこ行ってんの？ここ。よっしゃ、うまいよ、強いよ、かっこいいよ。はいはい、ステップ踏まないで、ステップ踏まないで。おっけ、いっ